皆さんこんにちは、天下百軒山プロデューサーの中村健太郎です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、鉄砲切り金光役の内藤亜美です。この番組は今日公開させてもらったプロデューサーレターの補足とか、まあ、あとは新キャラ紹介、新みつるぎちゃんの紹介とかをやりながら、まあ、それを出演者でもあり一隊長さんでもある内藤さんと一緒にお届けしていく番組です。はい、もうおなじみです。はい、よろしくお願いします。今日で4回目ですかね。はい、はい、4回目ということで世間では700万ダウンロードの、うわー、もう本当におめでとうございます。特別ガチャが、ありがとうございます。そう、特別ガチャなんですよ。そうなんですよ、ちょっと、はい、もうすぐツイッターで反応しました。いや、そうですね、ありがとうございます。はい、ではそろそろ番組を始めていこうと思います。虎御前の太刀、日本一のりしげ日光助真の新衣装をゲットできるイベント、総統特務乙女心と球技大会っていうイベントが9月20日より開催になります。はい、スポーツの秋っていう感じの衣装なんですけど、はい、あと乙女心と球技大会って何なんだっていう話もあるんですけど確かに、はい、サッカーと野球とバスケっていう感じの衣装になっています。かわいい、素敵。なんか毎回衣装って、はい、希望っていうよりかは毎回どんな衣装が来るんだろうって私は結構楽しみなんですけど、はいはいはい、こう来たかと思って。そうですね、がっつり球技で、はい、スポーツな感じで、スポーツの秋っていうところで、はい、まあ、あのこんな衣装、このこんな子にこんな衣装どうですかっていうのをオーダーさせてもらったんですけど、はい、おいちちゃんはあの SD キャラがもうすでに蹴鞠でサッカーをしてたので、うん、はい、そうなんですよね、まあ、もしかしたらサッカーしかないかなっていう、はい、でもそれも衣装、え、誰ですか考えたの、もう01、お1って考えたの、はい、もう私旦那も見ながら天才かよと思いながらやっぱトラちゃんも、まあね、あれ、はい、野球、そうなん、やっぱ野球なんですね。野球大好きっていうところで、そうですよね、グローブ持って、はい、あのハーフアップだったのがツインタになって、そうなんですよね。でなぜか虎の血が騒ぐのだっていうところで、なんか野球っていうところなんですけどまあ DNA 的にはいいのかみたいなこともありつつ、お姉ちゃんはもうなんかこの顔はバスケ絶対やってそうっていうところで、いやもうケザね、しかもえケザね、あんなにいい腹筋持ってたんですね実はね、そうなんですよ、ケザね、やっぱあんまり露出がない、はい、あの服装なんで普段、うん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 、でもあのやっぱりあの通常衣装の時 の、 あの模様とかがやっぱ り、 ちゃんとあったりとかして、新しい衣装にもしっかりと出てて、えもうこの躍動感のあるポーズ、ね、最高ですよ、だけど、うんうん、いやもう本当にこのポーズもう全然もうダンクしてきてほしい、あのままもう自らもダンクしてきてほしいもうこうやって待ってるんで、もう消されっていう感じ、そういうつもりですよね、はい、きっと、それはもうぜひ本当に荒ぶっちゃって衣装を取ってはい、すいません、はい、これ取れるから全員、これ全員取れます、取れますんで、はい、取りましょうみんな、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というところで、じゃあ続いてこれが初の情報になるんですけど、はい、まあ特別バージョンが今月も実装されるわけですよ。ですよね、やっぱり、はい、そんな特別バージョンはこちらになります。はい、これはダ・トラ御前の太刀、トラー、トラ御前の太刀という、きた、トラー、トラが特別バージョンになっていて、もうこれは完全に縦縞になってますね、もうがっつりがっつりもう持っちゃってますね、はい、もうバットをね、ット普通もらえる衣装の時だとやっぱ虎柄ないなと思って寂しかったんですよね、はいはい、やっぱ特別でがっつり入れてきてくれ てトラ、ありがとうございます、はい、胸に胸にね、そうですよね、何気にグローブ の、 あのテープのところにもちゃんと椿のマークとか、いやいいですね、あと黒いリボン、黒いリボン、めちゃめちゃ可愛い、これポニテになってるんですか、これポニテじゃないですかね、うわー、なんですか、もうめちゃめちゃいろんな髪型してくれるじゃないですか、すごい、通常はハーフアップだし、さっきのはツインテだし、ポニーテールだし、いや、いいですね、おお、ボールが落ちた、ドロップなのだ、主、いつの間に投げれるようになったのだ、主、すごいのだ、トラにも投げ方を教えてほしいのだ、それもそうなのだ、さあいつでも来いなのだ、このくらいなら問題なく打てるのだ、お遅い、 あれバットが、はい、ということでアドベンチャーパートを見てもらいましたが、
マジで主人公の清十郎くんは何でもできますね。そうですね。野球もできちゃうんですか？アメリカからやってきたばっかじゃないんですか、このスポーツ。で最後あれは何、どんなボールを投げてどうなるんですか ね。バットがどうなったんですか、一体ちょっと気になる。はい、まあこれはぜひお迎えしてもらってから、はい、続きを見ていただくということで。そう、総当てタイプなんですね。総当てで、微妙にホーミングもついてるんで、遠くの敵も離れた時に狙うっていうところと、今ゼロは出てたと思うんですけど、はいはい、こう遠くから攻撃してくる敵の弾に当たった瞬間に攻撃ボタンを押すと、はい、ダメージを無効化できるっていう。なるほど。で今スライディングしてるんですけど、まあこれはいつもよくある特殊動作の一つのスライディングなので、はいはい、スライディングで、はい、間に合うように。そうなんです。なので遠当てでスライディングを織り交ぜて戦うと結構強いです。でこれが得意技の変化球というか魔球ですね。わ、しかも追いかけてってくれるんですね、はい、でここが扇です。扇はこう全体から球が落ちてくる展開で、最後自分でキャッチするっていう。うわ、またこういうとこしますよね、はい、細かい、細かい、細かい。え、毎回カキーンと落とすのめちゃめちゃいいですね。すごい距離もすごい伸びる。避けた後バントの構えになるんですよ。かわいい。あの V の子、あ、ずっと持ってる、一郎かなですね。この3つのやつ、まあこれ装備技にあると思うんですけど、それのトラちゃんバージョンっていうところで、講義で全体攻撃もできる。ちゃんとトラちゃんたちが審判とかやってる、ね、はい、そうなんですよ。トラちゃんたちちょっと覚えておいてください。はい、スライディングで倒しながら遠当てで距離を戦うみたいな感じの基本スタイルになります。魔球、いや魔球いいですね、3つも出て、出てきます。全部結構長い時間帯ついてるじゃないですか。止まってる動きかわいい。止まってる時は予告をしつつ、そしてこのマスラロイと戦うんですけど、バントの構えから、構えから、そう、こういう時にも遠距離攻撃無効化強いっていうのと、まあこれすげえ効果的ですね。確かに3個のうち1個遠く行ってくれたからめちゃめちゃいいじゃないですか。確かに。うわ、これ全体攻撃をしつつ、最後ボールだらけ、スライディングで勝つで最後胴上げをしてもらうっていう形になっています。いや、改めて見るとすげえ可愛いですね。そうですね、本当にもう野球好きにもさらにたまらないんじゃないですかね、はい、そうですね。ちょい、またいつものごとく細かい表現がたくさん入ってたんで、はい、ちゃんと扇の球を自分で取るとか、そうですよね、はい、回避行動の後にバントの構えをするとか、そうそう全部やって野球一人でやるんですね。いや、そうなんですよ。はい、では改めてですが、イベント総統特務乙女心と球技大会は9月20日より開催ですと。はい、はい、新章の3人と特別バージョンのトラゴゼのたちをぜひお迎えしてあげてください。はい、で新キャラソンは恋の大運動会という形で、はい、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まあ、この楽曲はですね、3人の衣装があまりにもバラバラすぎてどう作ろうってすげえ困った時に、まあなんというか、まあ主役はじゃあトラちゃんにやってもらうっていうところで、なんとなく夏の甲子園のアルプススタンドからなんか聞こえてきそうな感じの曲お願いしますみたいな感じでやると、こんな爽やかな曲ができましたっていう感じです。そういう発注が、はい、なんかいずれいつか天下の曲が野球の応援歌になったらいいなみたいな、いいなそれと思いつつ、はい、行きたいな。じゃあすでに聞いていただいている隊長さんもたくさんいると思うんですけど、改めてここでお聞きいただきたいなと思うので、はい、はい、あれお願いしてもいいですか。はい、わかりました。はい、秋空の下で体を動かしたくなっちゃうようなノリノリなナンバーです。隊長さんたちをめぐるもう恋の熱い大運動会の行方はいかにということで、虎御前のたち日本一ノリシゲ日光助真で恋の大運動会です。お聞きください。
どうぞ。爽やか。いや、そうなんですよ。あと、まあ、スポーツの歌詞で専門用語が結構ちりばめられていて、ね、はい、カテナチオとかシザーズとかジャイロボールとかなんだっていう感じだと思うんですけど、わからないことがポンポンなんですけど、はい、それほどねスポーツに取り組んでいるんだなっていうことが、そうなんですね。Google 先生で調べてもらったら、あ、なるほどこういうことかっていう感じで、そうですよね、すごくいい感じでうまく取り入れてもらってたりするので、あ、なるほど、はい、そんな歌詞とかも注目していただけたらなと思います。いいですね。吹奏楽っていうか、そのブラスバンドの感じが、はい、やっぱめちゃめちゃいいですよね。まさか本当にそこから応援してるような感じとか、うんうん、まさに乙女たちが目の前で、はい、あの恋の大運動会を繰り広げているのではないかっていう、ちょっとよだれが足りそうなちょっと感じだったんですけど、一応これ架空の設定で、あの球技大会をしていて、それで優勝した人が主と一日デートができるみたいな感じの、そうですよね、そういう架空の設定の歌詞になっていて、そりゃ熱くなりますよねって感じです。みんな思いの丈、はい、でもなんかすごい思いを込めながらボールを投げてたり蹴ってたり、はい、シュートしてたりっていうの伝わってきて、めちゃめちゃ素敵でした。ありがとうございます、はい、いつもファンの心ありがとうございます。ファンの心です、いつも、はい、私のためじゃないですけど、ファンとしてありがとうございます、はい、では続いてはこちらのみつるぎちゃんたちを紹介したいと思います。校長三姉妹の3人ですね。ついに、はい、先日の生放送でついにお披露目になったっていう感じなんです。そうですよね、はい、見ていただいたっていう、はい、見ましたよ。ありがとうございます。もう情報がいっぱいだったんでね、はい、もうすごい可愛かったです、はい、まさかの声をやってる方たちがそのまんまの衣装で出てきて、はい、クオリティもめちゃめちゃ高くて、そうですね、ただちょっと惜しかったのが、ちょっともうちょっと全身見たかったなっていう、まあそれは、はい、いろんな方から、はい、お聞きするんですけど、まあ、今後も見られる機会はあるんじゃないかなというところで、そうですよね、はい、じらしますね、はい、そういうことか、そうなんです。じゃあ一振りずつ紹介していきましょうか、はい、はいはい、まずはスカシマサムネちゃんです。はい、これは、3人姉妹の長女っていうところで、はい、長女、はい、で、まあ、説明的には、大切な人のためならどこまでも頑張れる正義感の強いみつるぎ、あ、でも天然ボケで失敗も多い、あ、いいですね、でも一生懸命っていう、まっすぐな可愛いみつるぎちゃんですね。これはめでたくなっちゃいますね、はい、で、上泉さんに憧れていて、いつか自分もみんな守れる存在になりたいと意気込んでいるっていう感じ、しっかりしたいっていう感じなんですね。なんか末っ子にも見えますけど、お姉ちゃんなんですね。そうなんですよ、はい、太ももが、そうですね、太ももにすごい真っ先に目がいっちゃって、はい、ぽちゃぽちゃで可愛いなって思ってます。
髪の毛の色の違うところとか、ね、はい、なんか結んであるんですよね。そうですね、画面向かって右側の束だけちょっと、はい、そうなんですよ、はい、おしゃれだなと思って、はい、赤いリボンも可愛いし、うん、で続いてが包丁正宗ちゃんで、こちらは三人姉妹の次女という形で、うんうん、はい、明るくて天真爛漫、前向きで社交的な蜜剣って書いてます、うん、人には悟られないようにしてるんですけど、実は意外と繊細だったりとか、うんうん、隠れた努力がだったりするということらしいです。あ、そうなんですね、はい、あんなにお腹出してるのに、そう一番露出ありますからね。そうなんですよ、はい、で、まあ、あの色でお分かりかと思うんですけど、郷義満ちゃんに憧れていて、いつか自分ももっと大人の魅力をって思っているということらしいですよ。郷ちゃんの魅力は半端ないですからね、はい、足も何、あの両方違う、揃えてないところ、アシンメトリーなところいいですよね、うん、はい、片方タイツみたいな、そうです、ね、スパッツかな、片方出しているというところで、うん、白いリボンも爽やかですごく可愛い、はい、元気な感じしますね、やっぱり。で足先が出てるあのサンダル的な靴とかも、いや、いいですね、可愛いですね、細かい、はい、はい、じゃあ続いて最後3人目、堀抜き正宗ちゃんですね、はい、はい、これが3人姉妹の末っ子になります、うんうん、で一歩引いたところから姉2人を支えて、うんうん、2人の魅力をみんなに伝えようとしている、うん、お姉さん思いな三つるぎちゃんです、うんうん、で頭も良くて芸事にも通じているんですけど、たまに妄想が暴走して大変なことになるっていう、おっと、まあまあまあ、おっと、はい、気になるところですね。そうですねで大人の色気と気品にあふれる深名号さんに憧れる三剣ちゃんということで、うん、それぞれ憧れている三剣ちゃんが色でそれぞれって感じですね。そうですよね、はい、がっつりあの赤青黄色っていう感じで憧れが前面に出てる感じがして、はい、大丈夫と思ってますけど、狙ってるの座をと思ってそれは大丈夫ですかね、はい、あで最後3人が出てる絵もう一回見せてもらっていいですか。これ、はい、実際の刀身の長さは、はい、スカシちゃんが一番短くて、はい、で堀抜きちゃんが一番長いんですよ、はい、その辺が身長とかにも微妙に表れていて、年は一番上がスカシちゃんなんですけど、はい、実際の刀の長さはスカシちゃんが一番短い、なるほど細かいなみたいな感じに、いや嬉しい情報ですねこれはね。身長ってやっぱりそのみんなすごい知りたいんですけど、はい、やっぱり絵描く隊長さんとかいると、うんうんうん、そういうのがあのやっぱり分かると、あ、じゃあ絵を描くときの、その参考になるんで、そうなんですよね、めちゃめちゃ嬉しい、はい、なんか並んで背の高さは姉妹の下から順に高い、高い、覚えやすい、はいはい、そんな包丁三姉妹なんですけど、まあ、10月から始まるアニメにも登場するというところで、あ、アニメ、はい、でさらにゲームには10月から毎月一振りずつ SR の三つるぎちゃんとして登場します。やった、はい、なので10月にスカシちゃんが登場して、で11月の頭に包丁正宗ちゃんが登場します。で12月から、はい、の最後に堀抜き正宗ちゃんが出るっていう感じで、3ヶ月月頭にで登場する一振りずつ、はい、もう SR、 そうなんですよ、お久しぶり、かなり久しぶりです。そうですね、もう出ないのかなとかも思ってたんですけど、はい、そう、天下で言うとナマズオちゃんとミダレちゃん以来の SR、うんうん、なるほど、いや楽しみですね、はい、SR ちゃんってそのシンプルなやっぱ動きをするじゃないですか、うんうんうん、なんでその分やっぱ戦いやすいっていう隊長さんもいますし、うんうんうん、でもシンプルだけどやっぱね SD 班が黙ってないから、まあまあそうです、ね、ちゃんとそれぞれの魅力つけてくるんですよね、まあ、そこは、はい、お楽しみというか、もうすごい楽しみにしてます。そうですね、それからっていうところなんですけど、はい、9月21日の土曜日から京都府で開催される、はい、京都国際漫画アニメフェア2019かっこ京マフに、天下百剣山が初参加させていただきます。お、はい、で天下は、2日目の9月22日の、はい、日曜日の10時45分からのオープンステージで、うん、ステージイベントをさせていただきます。お、はい、でそのメインステージイベントには、メインヒロインを務めていただくお三方に加えて、うんうん、包丁三姉妹の3人も合わせて6人、はい、登壇予定になってますので、はい、ぜひお楽しみにという形です。で、角川さん情報によると生放送も京都まで行けないよっていう隊長さんもぜひぜひ、そのあたりは、うん、どの情報をチェックしたらいいのかちょっとまだ聞いてないんですけどあの何かしらとお知らせはできると思うので、はいはい、わかりました、待っております、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、はい。
はい、では最後にイベントのや今後のアップデート情報をお知らせしていきます。はい、でまずはもう皆さんお受け取りかつガチャもご覧になっているかと思うんですけど、はい、まあ、全世界700万ダウンロードキャンペーンを今実施中です。はい、はい、冒頭にもお話ししたと思うんですけど、はい、そうですね、はい、10月頭までなので、はいはい、まだまだ聞いてないよっていうお客さんとかまだもらってないよっていう方はぜひぜひどうぞお楽しみくださいという形です。はい、お願いします。はい、で今絶賛開催中の復刻イベント笹抜きちゃんと博多とおしろちゃんの衣装がゲットできるイベント、うん、宵闇彩る月光の明かりが開催中です。はい、はい、もう笹抜きちゃんといえばそうですよ、はい、内藤さんのご存知です。そうです、はい、ベストジャイロンっていうのがあるんですけど、はい、私の中にその3体の3振りのうちの1振りでございます。はい、なのでぜひぜひチェックしてください。はい、振ってください。そして、はい、で今絶賛開催中なんですけど、あのシルバーなマスラ鎧がたくさん出てくるイベントがあったと思うんですけど、はい、なるほど、はい、それを今開催してます。おー、はい、で実はシルバーだけじゃなくてゴールドのやつも出てくるっていう2色出てくるイベントになっています。あ、2色出てくるんですか。はい、であの2色でそれぞれ銀と金でなんか微妙に攻略方法が違ったりするので、はい、ちょっとそれで攻略を考えてパーティーを組んでチャレンジしてみてくださいっていうイベントに、はい、そうなんですか。なってます。どんな感じになってるんだろう。まあ、銀色のモンスターってよくクリティカルがめっちゃ通ったりするみたいなこととかがあったりするんですけど、なんかそんなのになぞらえた感じのセッティングになっているとかなっていないとかなっていないとかっていう感じで、なので金と銀でそれぞれ装備をちょっと変えてみたりとか、はい、はい、いろいろしていただければなと思います。わかりました。はい、で先ほど紹介したトラちゃんが出てくる、はい、総統特務乙女心と球技大会は9月の20日からですね。はい、はい、トラちゃんと日本一のりしげと日光すげざねの新衣装とキャラソンをぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。9月後半もこんな感じで盛りだくさんでやっていきたいと思うので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなにいっぱいありがとうございます。で続いての予定が、はい、はい、能力開花極みの今後の予定です。はい、この10人になってます。おー、はい、もう割と最近な感じがするんですけど、うんうん、今年の3月まで実装された剣ちゃんを中心にって感じですね。ゴーちゃん、はい、ついにそちらも、そうなんですね、はい、超越ちゃんもそっか、そうなんです、なるほど、対象になっているので、あとはナノハコラボのナノハちゃん、ヘイトちゃんも来て来てって感じです。村雨スケヒロちゃんも来て、おめでとうございます、はい、皆さん。では続きまして称号ですね。ほい、はい、これが10月に実装される称号になります。あ、はい、まあ秋ということで食欲の秋ということと、はい、あと増田屋の先月は店員だったのが常連店員と来て店長に昇格しているっていう、はい、もうどんどん入っていってますね、はい、次がちょっと気になってきましたよ、はい、これもあの以前あの生放送で実施させてもらった七香の依頼から、はいはい、あのピックアップさせてもらった増田屋の店長になります。そうですね、店長になれば、はい、もう三剣雇い放題ですね。そうですね。そして最後が、まあ、あの10月からアニメが始まるということで、祝アニメ放送っていうものも入れさせてもらいました。まあ、これはみんな隊長さんしそうですね、はい、気にそれダダダダダーといいな、見たいな、そんな京都みんな祝アニメ放送、楽しそうですね、はい、であとあの細かい部分になるんですけど、9月19日のアップデート時にですね、はい、闘争と技のストックが最大400個から500個に増えるっていうところ、お、嬉しい、はい、とあとあのミッションですでにも全部クリアしたよっていうようなミッションは、はい、非表示になるっていう回収を入れさせていただくので、はい、これも助かる、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。でもうちょっとだけ先になるんですけど、はい、10月1日のアップデート時点より、うん、はい、あのいつも月初に数日だけ販売していたおまけ付きの極味玉とかがおまけについている金貨販売が、はい、それが1ヶ月に期間になるので1ヶ月に一度更新されるという形になりますので、そちらも楽しみにお待ちいただければと思います。ありがとうございます。続いてはもう一つ動画で紹介したいなというものがあるんですけど、はい、それがあのプロデューサーレターとかで何度か紹介させてもらった剣ちゃん同士で競争するみたいなイベントを作ってますっていうのがあったんですけど、はい、まだ絶賛開発中なんですけど、はい、まあ、その開発中のものもやっとなんとなく見てもらえるかなっていう感じになってきたので、はい、ここでちょっと情報をお見せしたいと思うので、はい、やったー、はい、
こんな感じ、はい、すごく開発感があって、いろんな上泉ちゃん、こんな感じで長月を倒すとコインが落ちるので、そのコインを集める、どうみたいな、はい、で右側のアイコンになんか今500とか出てるので、はい、それが集めたコイン、あ、はい、この競争しているので、あまりにも遅い人がいると、はい、なんかこんな感じでみんなのところに強制的に、はい、移動とかっていうところと、あとこの箱がアイテムがあったりとか、なんかトラップの箱があったりとかして、はい、アイテムっぽかったのに、そう、で奥義とかはこのアイテムの箱で奥義アイテムを取ると使えるみたいな感じですね、はい、奥義アイテム、なるほど、今取ったのがトラップの行動力が遅くなるお邪魔アイテムなんで、それを使ったりすると今右端に雲が、はいはい、雲の巣みたいなやつとか、はい、あ、爆弾みたいな、爆弾みたいな、これを使うとちょっと安定、みんながこれダメージを受けるとコインが落ちて、はいはい、落ちてしまうんですよ、なるほど、でもこういうものとか、あとこの2色の数は、はい、あのどちらかをダメージをゼロになるまで攻撃するとどちらか一方だけが開くっていう、あ、両方は開かない、はい、でこんな感じでなんかスタンプが出てくるみたいな、うん、はい、みたいな、報酬としてコインが取れた、いや、そんなわけでもないんですけど、そのコインの集めた数と順位とかで、あー、なるほど、あ、こんな大きいな、はい、で、報酬のことですね、でもこれ、あの剣ちゃんの強さって今すごく平等になってる状態で、はい、で、体力とかもないんで死ぬこともないんで、こうやって食らうとコインを落とすだけ、あー、なるほど、みんな同じ強さで戦ってる、純粋にみつるぎちゃんの特徴が出てくる、おー、いいですね、はい、じゃあ、各隊長さんがちょっと80レベルの子を持ってたり、はい、30レベルの子、50レベルの子を持っててもみんな平等に戦える、平等になれる、あ、ただそのレベルとか強さっていうのが最初にコインをどれだけ持ってるかにだけ反映される、あー、なるほど、はい、スタートでちょっとだけ差がつく、差がつく、じゃあ装備とかも別に関係ない、関係ない、みんなでこう邪魔をし合ったりとかしながら、まだまだ速さと厚みのコインの多さを競う、あ、じゃあやっぱりコインをいっぱい取り進めば前に進んだ方がいいってことですか、はい、そうなんです、コインをたくさん取ると動きが遅くなるんで、あー、なるほど、これで平和に近づくわ、これで平和に近づくわね、最後、ジョイジンさんの強制移動して強制移動してゴールっていう感じ、平和に近づくわね、へー、はい、予定通り行けば10月の最初ら辺のに皆さんに遊んでいただけるようになるか、早い、まあ、あのベータ版として遊んでもらえるようになるかなと思いますので、はい、今楽しみですね、はい、開発チームが絶賛頑張り中なので、まあ、でも、はい、そうですよね、気になることいっぱい、はい、順位とか関係あるんですか、別に順位もあるんですけど、今ベータ版はそんなに関係ないようにしてます、はい、なので、まあ、まずはみんないろんな剣ちゃんで遊んでもらうっていうところを目的として、はいはい、はい、10月の頭より開催予定ですので、はい、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます、はい、ではまず最初は電撃ジーズマガジンです、はい、はい、みんな大好き電撃ジーズマガジンの最新号11月号は9月の26日に発売です、はい、はい、10月より放送開始のテレビアニメ天下百剣名時間へようこその書き下ろしイラストや最新情報を掲載予定です、はい、はい、あとファンコーナーの天下百剣では、うん、あの剣が可愛い浴衣姿を披露しちゃいますよっていうことなので、おお、まだここに現物はないんですが、はい、楽しみにお待ちくださいということで、はい、はい、続いては、はい、電撃屋にて天下百剣グッズが予約受付中です、はい、一つ目は天下百剣に掲載された水着姿のあざまるちゃんのダブルスエードタペストリーになってます、あざまるちゃん、はい、かわいい、イラストは赤井寺先生が手掛けていて、特製のあざまるをイメージした刀袋風収納袋を付属してお届けします、はい、はい、価格は税込み5900円になってます、うん、はい、はい、で2つ目は、今年の4月に発売されたジーズマガジンの表紙を飾った推進士正秀と
影内推進士正秀のマイクロファイバータオルになってます。ダブル推進、はい、シエラ先生によるビレイラストを使用してサイズは B2 サイズのマイクロファイバータオルとなっていて、こちらは税込み3850円になります。はい、はい、でどちらも予約締め切り日は9月の29日なのでお忘れなくということですね。はい、で最後にコミックの紹介になります。はい、はい、三影漠先生によるちょっぴりエッチな津田越前の神助弘とそぼろ助弘を中心に書いたギャグコミック天下百剣技が電撃魔王で好評連載中です。はい、そして、天下百剣原作公式ツイッターにて武忍先生が描く4コマ漫画が毎週月曜日と金曜日に好評配信中になっています。はい、はい、さんとは違ったみつるぎちゃんたちの可愛くて面白い活躍を要チェックしてください。お願いします。はい、ということで4回目の放送になりましたが、いかがでしたか、はい、と台本には書かれてますね。あ、そうですね、はい、もう4回も出させていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しかもあの最初は続くか分かんないって聞いてたので、あ、そうですね、はい、あの4回もあの続いてます。本当に好評いただいて、これは続けようということになって、はい、ありがたい限りです。ありがとうございます。はい、そこに毎回出させていただいても、はい、ありがとうございます。もう嬉しいです。今日はトラゴゼの太刀の特別バージョンと、はい、あとはあのもうめんどくさいんで開発コードって言っちゃうんですけど、あの大運動会っていう開発コードで大運動会で何をイメージして作られてるかが丸分かりっていう感じなんですけど、まあ、あのそれが10月の頭に出てくるので、はい、そうですね、楽しみですね。うん、はい、あのもう特別が今回バーンって出たんで、そうですね、バットを持ったあのかっこいいトラちゃんが待ってますので、はい、今回これが一番先なんですよね、そうですね、トラちゃんの情報が出たのは、まずは、はい、うん、今すごい盛り上がってると思うんで、気持ちが、はい、その気持ちのまんま頑張ってガチャりましょう。はい、10月になったら包丁三姉妹の三島さねちゃんが出たりとか、はい、そうですね、はい、アニメも始まったりとか、いや10月てんこ盛りですね。いやそうなんですよね、はい、なので、はい、ますますこれから頑張っていくので、はいはい、今後ともぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上になります。はい、はい、まあ、もし次回があればお会いしましょうというところなので、また来月あたりにお会いできたら嬉しいなと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、ではそれではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。